やい、俺の曲聞いてよ。もういやあのね、こっちはね聞く気満々なんだよ。いやあのさ、1回目さ、なんだよあの曲って感じになってると思うの。そう、全然わかんない。いやだからさ、聞いてもわかんなかった。そう、2回目はさすがにさ、テンションいいのお願いしますよ。上げてこうぜ、これ。いや、ディレクターの人がどうぞって言うと入りづらいですよね。今慰める言葉より。改めまして、本日のゲストはイッサさんです。うわすげえ、うわ嬉しいです、ありがとうございます。いやこれね、いやもういきなりそこ行っちゃいます。俺もね、もう隣に来た瞬間にこれ、このモテオーラやばいなって。いやもうね、まあここカラオケでね、こうやって今収録してるわけですけど、カラオケ行ったりとかされることありますか？カラオケはなかなか行かないですね。意外ですね。行きそうな。唯一行く機会があって、それはあの具志堅会という具志堅用高を叩える会というものをやってました。沖縄県人会みたいなものの、それでカラオケに行ってワンコーラスだけをずっと歌わされる。どういうことですか？全員ワンコーラスだけなんですよ。人数がいっぱいいるから。そうです。それ具志堅さんも歌われたりするんですか？具志堅も歌う。何歌うんだろう。具志堅も結構いろんな歌を歌うんですよ。想像できない。お前たちの挑戦を待っている、点数ぴったり歌いましょう。はい、ゲストよりすぐりの名曲を歌っていただくこのコーナー、ゲストの方には曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 に搭載されている分析採点3で歌っていただきます、視聴者の皆さんもこの分析採点3で歌っていただき、ぴったり同じ点数が出た方から抽選で素敵なプレゼント。やったもうね、もうやった、もう4テイク目ですからね。違う、字がちっちゃいんですね。もうこれはできないよ。もうごめんなさい。これはできない、はい、ということでですね、もうこれからもう早速イッサさんに歌っていただこうという感じになっちゃってるんですけれども、今回どんな曲歌っていただけるのかなと。そうですね、はい、いきなりなんであれなんですけど、徳永英明さんの、僕のそばにという曲を。それでは歌っていただきましょう。イッサさんで僕のそばに。今慰める言葉より君の寂しげな顔が遠くに映る夕日の中で、この胸を閉ざしてしまう。今頃他のやつならば優しい言葉で君を、髪を撫でてる、微笑んでいる、僕にはできないから。
になりますねこれ。さあ何点だろう。帰りたくない俺。何で落ちてんだよ。ダルビッシュ健二が落ちましたよ今。一人落ちました。カラオケ大喜利。このコーナーでですね、その名の通りカラオケにまつわる大喜利でこの番組に彩りを添えていこうと。彩っていくよ。大喜利得意だからねみんなね。一番不得意だね。ということでね、今週のお題発表をお願いします。全国のカラオケ店員が答えるお客さんあるある第82位は。おー、なるほど。じゃあ皆さん、なるほど、お書きください。これかな。こんなお客さんはね、たまにいるもんね、店員さんがね、これこんなお客さんあるある言ってます。こんなお客さんたまにいます。いつもエアコンを外して帰る。いるよね。いる？いるよね。いる？82位ぐらいいるかもしれない。82位ぐらいじゃないかな。いいとこついてくるね。じゃあ、はいはい、カラオケってすごいくつろいじゃうからね、もうくつろぎすぎて、もう部屋の模様替えしちゃったって。もう自分家みたいな感じに。迷惑ですね。迷惑ですね。まあたまにいるよね、やっぱりこう。はいはいはい。ケンジさん、あのレモンサワーがよく出るときはエグザイルのメンバーが来ている可能性が高い。メンバー、エグザイルのメンバーさんね、レモンサワー好きだからね。可能性が高い。めっちゃ飲むって聞くよね。あるね。あるの。あ、でも82って。あるあるだね。あるあるですよ。完全にあるある。ゲストクイズ。これからゲストのイッサさんに、数字にまつわるクイズを出していただきます、はい、正解から一番遠いメンバーが、様々な試練を乗り越えて、歌っていただくわけなんですけれども、第1回目はですね、はいはいはい、僕がですね、罰ゲームということで、うん、腕でくすぐられながら歌って、最終的には背中にうんこの出し書きをされて中学生でもやんないようなことを、やってるんでね、これね、もうみんなちょっとガチでやるべきですよ。これ恥ずかしい目に遭うから。はい、そんなわけでね、はいはい、クイズをですね、伊勢さんに出題していただきたいわけなんですけれども、はいはい、クイズはですね、あの、はい、ダバンプに今7人で新体制になって、はい、まあ、新たなスタートを切ったわけですけれども、まあ、年が様々なんですよ。僕が一番上で、その一番上と下の年の差が何歳なのかっていうのをちょっとクイズにしてお答えいただきたいと。なるほど、はい、ケンジさんボケるんじゃないですかね。なんだよその振り。俺真面目にいくからね。真面目にいくから、真面目にいくから。うんこ書かれる。うん、割と簡単だと思いますよ。ですよね。実際今おいくつですか。これは36です。36歳。うん、これどうでしょうか皆さん。うん。整いましたか。お、はい。整いました。なるほど。まずじゃあキャンさんから。僕ですか。行ってきますか。ダダン。9! おぉ、なんでこんな急に 9! いや、なんとなく、はい、もうなんとなくです。まあ、まあ、だよね、なんとなくだよね、なんとなくだよね、なんとなくしかありません。じゃあ、キリュウ印象、いや、あれ書いた後ね、はい、やりすぎたなと思って15。おぉ、いや、だってクイズにするぐらいなら、うん、結構いったね、結構、もしかしてと思って。いやいや、このキリュウ印象、キリュウ印象、え、俺も15なの。ちょっと待って、ちょっと待って。なんだなんだ、そうなっちゃう。いやいや、クイズになるぐらいだから18でしょうよ。何歳か。そのメンバー何歳。何歳になるんだよ。もう激しく言ってんじゃないかなと思って。いやすごいわ、ね、はいはい、いきますか。イッサさん、いいですね、正解の方をお願いします。はい、いきますよ、正解は10歳差です。よっしゃー、よっしゃー、一番近い、一番近い、マジかよ。また1回、2回目もじゃね。それはない、それはやめようぜ。マジでやめようぜ、それはもう。一番正解からね、遠いな、歌いるまじゅうさん。ただね、せっかくなので、はいはいはい、曲をね、イッサさんに、はい、ちなんだ曲ね、何かちなんだリクエストいただけば。ちなんだというか、これも歌いたかった曲なんですけども、今日。ぜひぜひ。尾崎豊さんの、オーマイリトルガールという曲。名曲ですね。名曲ですね。バラード、ガチのバラードですね。ガチじゃん。
じゃあ歌ってもらう前にこのね、うん、悪魔の口から指令カード入れてください。はい、何かな、何かな、何かな、何だろう。いや、これで、これでうんこって書かれてたら大変だからね。どういうこと。はい、はい、はい、ここあんま汚いのよ。そうですよ、そうですよ。さあ、こちら洗濯バサミ。うわぁ、うまそう。うわぁ、やったぁ。洗濯バサミ、どういうこと、どういうこと。それでは聴いてください、歌広場純でオーマイリトルガール。キチちょっと、ちょっと、助けてよこれ。ねえ、磯さん歌いたいって言ってたじゃないですか、さっき。まず歌う、まず歌う。何も、お、いいよ、いいよ、いいよ。探し、お、いいじゃん、いいじゃん。街並みに、どこ行きたいんだろう。たたずむ君は、痛いよ。ちょっと待って、まず耳とかね。涙で泣き虫。あ、痛そう。大丈夫か、大丈夫か、あ、痛い、大丈夫か、痛い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 、そんなね、イッサさんも、あの、イッサさんからのお知らせがあるということで、すいません、こんなんで、来年ですけど、はい、アルバムの方をちょっとこう、予定してまして、ちょっとアルバムって言っても新しい曲ばっかりじゃなくて、ちょっとこう過去のやつも、まあ、またリバイバルさせて、なんかリニューアルして出そうかなっていうのがあるんで。インタビュー笑うのやめてもらっていいですか。ちょっと待って、だって背中にうんこ。いいでしょ、別に。うんだ。そんなに。いいとして何やってたの。悪ふざけが過ぎるよ、本当に。何でやれよ、ちゃんと。俺が悪いよ。すいません、本当に。すいません、楽しかったんだって。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ゴールデン名曲劇場、木曜に金爆、また次週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。